ビッグコンボイと一緒ですね。変形は全く同じ。バラーとしていきます。こんにちは、クロウです。クロウのフクロウ日記ホビー始めていきます。じゃーん、マンモスたくさんです。はい、今日はレビュー動画というか、まあ、ちょっと久々にビッグコンボイで遊ぼうかなと思います。というのもちょっと久しぶりに中古ショップでいろいろ見てたら、こちらの珍しいですね、黒いビッグコンボイが売ってたので、ちょっとお値段はですね、まあ安くはなかったんですが、購入してきたので、これをまあメンテナンスしたりですね、他のと見比べたりしながら遊んでいこうかなと思います。ビッグコンボイもですね、ちょっと前までは買えない特殊なキャラクターで、僕はなかなかマンモス難民だったんですけれども、ここ数年で続々発売されていてですね、ついに5体になっちゃいましたね。こちらの、まあ、ビッグコンボイ何かというとですね、パッケージはちょっとついてなかったんです、なかったんですけれども、こちらが説明書ですね。トランスフォーマーユニバース、海外製のトランスフォーマーのおもちゃですね。ネメシスプライムと書かれていますが、まあ、いわゆるビッグコンボイのブラックコンボイバージョンということですね。で、ビッグコンボイにはその、まあ、いわゆるネメシスカラーっていうですね、ビッグコンボイのブラックバージョン、こちらの商品とはまた別にですね、黒いブラックコンボイがいるんですね。ちょっとややこしいんですけれども、まあ、それぞれこの特徴的なブラックカラーに、こちらの方はシルバーが入ったようなこの毛並みのカラーリングがされていますが、もう一方のブラックコンボイの方はこちらがゴールドだったりとか、この牙の先端にですね、こういう血のような色がついてなかったりというような感じでですね、ちょっと違いがあるものになります。こちらはいわゆるネメシスプライムですね、悪の司令官というふうになります。海外の限定品ですかね。日本国内ではイオンとかでは限定品であったのかな、ちょっとそこら辺は詳しくないですが、まあ、ビッグコンボイのリカラー製品になります。これが、まあ、なかなか備品でですね、パッケージ以外は全部ついているというような状態で、まあ、お値段が1万円しないぐらいですかね。中古ショップで売っていたので即買いしてきました。なかなか珍しいものだったので買えるとは思ってなかったんですが、まあ、巡り合わせですね。中古玩具は巡り合わせ、運も大事なものになっていきますので、買えて良かったですね。買えると思ってなかったので、ね、見つけた時嬉しかったですね。で、それぞれちょっと紹介していきましょうか。こちらが、これはマトリックスバスター版のビッグコンボイですね。タカラトミーモール限定のこの最終話で出たマトリックスバスター付属の、当時品、当時と同じカラーリングの復刻版カラータイプになります。そしてこちらが、こちらも復刻版ではあるんですが、アニメカラーのビッグコンボイですね。象の瞳の方が入ったりとか、アニメ準拠のちょっと鮮やかなカラーリングになったビッグコンボイ。そしてこちらも復刻版というか、まあタカラトミーモール限定のブルーカラーですね。ブルービッグコンボイ、この冷めるような真っ青なカラーリング、ロボットモードはですね、綺麗なメタリック調なカラーになっていて、なかなかかっこいいですね。そしてこっちがウルトラマンモスと呼ばれるウルトラマグナスカラーのビッグコンボイ。これも限定、海外限定版ですかね。これも中古でだいぶ前に購入したんですけど、なかなかかっこいい司令、副司令官カラーのビッグコンボイになります。ではこれをですね、中心に変形させていきましょう。各それぞれのビッグコンボイについては過去にレビュー動画を投稿していますので、ぜひですね、そちらの方上げときますので、掲載しておきますので、見てない方はぜひ見てもらえたら嬉しいです。では変形させていきましょう。じゃん、ここに後ろの方にジョイントがあるので外します。まずはタンクモードというか、あれもしましょうかね。じゃあここを外すと、この真ん中の部分がなんと
ガバッとビヨーンって伸びるんですよね。で後ろ側にビッグキャノンの銃口があって、これをこの外してもいいですけど、こういうな感じでぐるっと付け替えて、砲台モードですかね、することでちょっと生物としては恐ろしいキャノンモードにすることができます。これ畳むんだったかな、こんな感じですね。畳むんだったかな、これをよいしょで外すとこんな感じ。これがビッグキャノンになるわけですね。よく考えましたね、こんなでかいキャノン。ビッグコンボイにはとてもよく似合うキャノンですね。これをこうこんな感じのカラーリングですね。ゴールドではなく、ちょっとなんて言うんだろう、カーキ色っぽい感じのカラーリングですね。で、あとはまあ他のビッグコンボイと一緒ですね。変形は全く同じ、バラーとしていきます。ビーストモードの足が4本とも下半身についてるんですよね。こうで、この部分がここにはまるのが気持ちいいですね。足を広げてこう、このプラスチックの厚み、今のトランスフォーマーのおもちゃは、おもちゃっていうか、まあおもちゃはおもちゃだけど、変形玩具感が強いので、ちょっと昔のおもちゃとはやっぱり違いますよね。下半身を反転で、手が背中にくっついてるので、こうですね、上げてこうメタリックな感じの綺麗なシルバー、これ本当に綺麗なんですね。中古品と、中古品だけどめちゃくちゃ美品なんですよ。こんな感じで、後ろのマンモス顔をちょっとですね、こういう風にマンモスの顔の後ろにはミサイルが搭載されている。こうで肩を戻して、でここが見どころですね。上半身を入れると頭部が出てくる、こんな感じ。角を広げればロボットモード完成です。はい、ビッグコンボイ勢ぞろいです。ロボモードにそれぞれ変形させてみました。カラーリングが違えば、トランスフォーマーはもう別人ですからね。それぞれいい感じのキャラクターが出ているかと思います。いいですね。そして今回のネメシスプライムはこんな感じですね。渋いカラーリングですね。ブラックはブラックなんですが、さっきも言った通り、もう一つのブラックコンボイの方のビッグコンボイは全身黒くて、各部黒くて、ところどころですねゴールドの差し色が入っている感じなんですが、こちらはまあネメシスプライムということで、いわゆるこの青竹色、メタリックの青竹色が入りつつですね、ちょっとこの、なんて言うんだろう、カーキ色っぽい感じが入っていて、なんだろう、アーミー感が強いですね。ちょっと、傭兵感といいますか、軍属っぽい感じがとても出ていて、このビッグコンボイとしてはですね、めちゃくちゃ合っているんじゃないかなと思います。そして、ところどころ赤いところがあったりですね。いいですね。シルバーも塗装もめちゃくちゃ綺麗ですね。中古なんですけど、全然備品と言っていい感じだと思います。胸のマトリックス、こんな感じですね。外した後にもですね、しっかりと塗装はされています。メタリックのブラックに赤いクリアパーツですね。じゃ、顔の部分はこんな感じです。目の部分が一応クリアのレッドなんですけど、特に集光ギミックとかはないので、目が光ったりとかですね、見えないんですね。そういうのはちょっと暗くてよくわからないんですよね。
こんな感じ。めちゃくちゃかっこいいですね。このシルバー、いいですね。全体的にめちゃくちゃかっこいい。この殺意マシマシな感じが最強にかっこいいですよね。そして、各ビッグコンボイ見ていきましょうか。まあ、それぞれ、まあ、さっきも言った通りレビューはしているんですけれども、こちらが、ウルトラマグナスカラーのビッグコンボイ。ウルトラマンモスですね。もう全身ロボットモードもウルトラマグナスですね。しかも旧玩具っぽい感じのカラーリングですよね。この水色と成型色の赤、旧玩具っぽい感じがしますよね。ホワイトは結構この成型色と白い塗装になっていますね。中はこんな感じ。シルバーのマトリクスでクリアブルーのパーツが埋め込まれています。目の部分は成型色ですね。で、ちょっとこのマスクの部分がですね、メタリックなブルーで塗られているんですけど、その周りが白っぽくて、ちょっと若干ここら辺があんまりいまいちな感じらしいですね。結構人によって評価分かれて、全体的にマスクも塗られてた方が良かったみたいな感じですけど、ちょっとパーツが別パーツではないんですね、これ。マスク部分とこの顔の全面パーツが全部一体成形なので、ちょっと塗りが難しかったみたい。ここだけブルー、全面のところだけブルーになっているという感じです。ウルトラマンモス。そして今度がこちらがアニメカラーのビッグコンボイですね。これはビビッドなカラーリングでいいですね。このはっきりとしたサイドが高いイエロー、そして赤、ホワイト、ブルー、かなり原色って感じですね。目の部分もですね、イエローで塗装されています。マトリクスは輝くゴールドですね。ゴールドメッキのマトリクスにブルーのメタリック塗装ですね。クリアパーツではないです。いや、めちゃくちゃ綺麗。アニメよく見ていた人はですね、このカラーリングかなり気に入るんじゃないですか。めちゃくちゃかっこいいですね。そしてこちらが復刻版のビッグコンボイですね。発売当時のカラーリングを再現したものですね。めちゃくちゃいいですね。このメタリックな質感と、なんだろう、乳白色な感じ、いいですね。胸の部分はクリアパーツ。あ、マトリックスが入ってない。マトリックスはマトリックスバスター、これマトリックスバスターのビッグコンボイなので、マトリックスはこっちに入っているやつですね。しかも他のビッグコンボイと違って、マトリックスバスターのマトリックスはこのようにここが変形するんですね。こんな感じです。はい、かっこいいですね。この目の部分がゴールドメッキで施されています。これも特徴的ですね。で、こちらブルービッグコンボイ、いいですね。このなんだろう、こう氷属性っぽい感じの綺麗なブルーですよね。ちょっと寒々しいと言いますか、メタリックブルーの綺麗な成型色とクリアパーツ、そしてこのちょっと濃いめのブルーですね。クリアパーツも相まって3種類のホワイト、3種類のブルー、そして濃いめのこのブルーというか紺色というか紫色というか、コントラストがとても素晴らしいですね。シルバーのマスクに目の部分はゴールドメッキですね。めちゃくちゃかっこいい。はい、さてそれぞれこんな感じのロボットモードで、皆さんどのようなブラックコンボイが一番お気に入りでしょうか。かっこいいですね。よいしょ。トンファーももちろん再現できますね。トンファーもかなり濃い赤になっています。これは元々の赤なのか血塗られた赤なのか、いろいろ想像をかき立てられますね。めちゃくちゃかっこいい。もちろんギミックも健在です。足の外側にはハーケンミサイルがあります。じゃん、ボタンを押すとプシュッと飛んでいきます。他のビッグコンボイたちは赤いハーケンミサイルなんですね。こちらハーケンとして持つこともできる。
ミサイルは黒成型色になっています。こんな感じ。ビッグコンボイのミサイルも、ビッグコンボイじゃない、ビッグキャノンのミサイルも黒ですね。これもここのダイヤルを回すとジャキッと飛ぶ感じですね。最近のトランスフォーマーではないこのミサイルギミック、めちゃくちゃ楽しいですね。このギミック嬉しい。はい、変形ギミック各部こんな感じになっていました。ちょっとメンテナンスも兼ねて遊んでみようと思っていたんですが、各部しっかりしていてですね、緩かったりとか逆にきつすぎるというところもなくて、全然今でも問題なく遊べるという感じでしたね。メンテナンス動画にもしようと思ってたんですけど、するところがないといった感じになっています。ちょっとですね、ただこの部分、さっきも言った目の部分ですね、クリアパーツのレッドなんですが、ちょっと見えにくいので、ここにちょっと手を加えようかと思います。頭部パーツ後ろの部分からネジを外して頭部を分解していきます。じゃん、ちょっと解剖ですね。頭を外していきます。よいしょ。はい、ビッグコンボイパーツ分割するとこんな感じです。頭部は前後パーツに分かれていて、前の方の頭部にボールジョイントがついています。ボールジョイント引き抜けば本体から外すことができます。そして両サイドの角、それからクリアパーツの目ですね。これが、まあ、修復ギミックとか特にあるわけではないんですが、クリアパーツになっているんですけれども、目がその実際よく見えないので、ここにですね、これを貼り付けていこうかなと思います。本当は綺麗なですね、メタリック折り紙を貼るつもりだったんですけれども、ちょっと買い物行ったのに買い忘れてきたので自作しました。これはミラーフィニッシュですね。これじゃない、こちら。じゃん、ちょっとめちゃくちゃ反射するので正面には出せないですけれども、長谷川さんのミラーフィニッシュ、シール状のシート、めちゃくちゃ綺麗な、本当にミラーですね。これめちゃくちゃ映り込むんですが、これを使ってこちらですね、メタリックレッド、そして光沢トップコートを吹き付けて、こんな感じで自作してみました。これ後ろシール状になっているので、実際に貼り付けることもできます。ちょっと挟むかどうか、ちょっと今からやりながら試して実験しようと思います。ネジを締めて完成。はい、本体に取り付けて完成。こんな感じです。さっきよりかは良くなったんじゃないでしょうか。ちょっと写真で出してみましょう。こんな感じです。目の部分はっきりですね、赤いことがわかるかと思います。まあ、分解してですね、このさっきのミラーフィニッシュを貼ったんですけれども、まあ、気にしないという方はそのままですね、スプレーかけてシュート塗装してもいいかと思いますし、僕一応ですね、念のため、まあ、元に戻せるようにですね、シールタイプのこういうものを貼り付けてみました。折り紙とかですね、薄い赤いシートをですね、挟んでもいいかもしれません。見違えるようにですね、かっこよくなったと思います。最後にマトリックスバスター取り付けてみるとこんな感じです。マトリックス自体は変形できないのでとりあえず外してありますが、こんな感じ、殺意マシマシのマトリックスバスター。2個持ってたらリカラーしたいんですけれどね、さすがに1個しか持ってないので通常カラーですが、ネメシス装備させるとこんな感じになります。ではということで今日の動画は以上です。このネメシスビッグコンボイと頭部目元の回収動画となりました。
楽しんでいただけたら嬉しいです。今日の動画に関する、感想やコメント、そして高評価、チャンネル登録や、Twitter のフォローなども合わせてよろしくお願いします。それでは今日の動画は以上です。今回もご視聴ありがとうございました。さようなら。バイバーイ。クロウでした。また次回も見てね。バイバーイ。